チャオ。チャオ、あっちゃんです。今日3月の29日、あっちゃんちの、お昼ご飯やねんけども、TKG しようと思うんだけど、TKG だけではちょっとあれなんで、親子 TKG、鶏をのね、酢生姜とちょっとお野菜ささっとやって炒めていきたいと思います。はい、鶏肉ちょっと火にかけます。こう炒めてね、ちょっと人参も一緒に炒めましょう。で、玉ねぎ。ここにね、酢生姜。酢生姜でね、味付けんねんけども、もうちょっと、鶏肉ちゃんとね、熱入れます。酢生姜を熱入れた方がね、辛み飛ぶんで、美味しくいけると思うんでね。生姜をちょっと入れましょう。ここにちょっとね、油を後で足します。オリーブオイルを。今日はね、鶏の油をどんだけ出るか出したかったんです。で、後でオリーブオイルを入れて、で、小松菜。小松菜がしんなりなるまで炒めて、砂糖、みりん、で、醤油。
ちに絡めたら完成です。鶏のね、生姜焼きみたいなもん、多分これで TKG になるはずです。味見ね、おいしい。はい、これで TKG で食べたいと思います。はい、TKG、鶏のね、焼いたやつと、なんだ、椎茸の佃煮、それと卵とで TKG で食べたいと思います。はい、卵をね割って、おいしい。さっきに醤油をね、ちょっと一回混ぜて、醤油を先にご飯に混ぜたら美味しいらしい、ね、混ぜる？混ぜてみ、先少ないかな、醤油が。醤油をご飯に混ぜて、でその後から卵を割り入れたら美味しい。まだまだちゃんと混ぜる。喋りながらやった方がいい。え、醤油少ない、もうちょい入れ。分からへんか、加減が難しいよ。卵、そしてご飯があったかい、炊き立てれないとね、 TKG 美味しくないからね。ご飯のあったかさで卵がちょっと煮えてが美味しいよね。ということで TKG いきます。さっきねライブで言ってたけどね、TKG するよっつって、うん、美味しい。これにちょっと醤油薄めにして、椎茸の佃煮合うわ、合う合う、美味しい。うん、鶏肉を、うん、うん、合うね。鶏肉一緒に入れて食べておいしい。うん、うわ、おいしい。うん、よいしょ。これこれのせんね、いや、ちょっと薄い目でこれ入れてみ、濃くしたらこの味が入れへんで。これだけ食べたから一緒に乗せて食べやん、混ぜて。ご飯と一緒に食べたら美味しいや、うん。
と椎茸の佃煮が合うわ。うん、どう鶏は美味しい。うん、これね TKG で、うん、合うね。うん、TKG 大好きやからいいわ。珍しく今日はねご飯炊いたよ、お昼に。いつもお昼はね残りご飯って感じだけど、昨日は餃子やったしご飯なかったし、ね、いつもうどんとか麺より、うん、これもご飯食べたいとか言うから。でも、ね、ゲームも届くし、今日は一日ゲーム電車も取ったからご飯炊いとこうと思った。TKG おかわりあんで。ご飯ね、いらん、いらんの、うん、TKG はサラサラ食べられるね。完食しました。美味しかった。うん、ゲームしたいから早終わろうとし、早ご飯食べようとしてるのバレバレやね。はい、ということでね、今日のあちゃんちのお昼ご飯は、TKG と、鶏のね、あの生姜炒めみたいな、うん、感じ、うん、生姜焼き、うん、生姜照り焼きみたいな感じ、うん、美味しいでした。TKG に合うね、ちょっと濃いめな味付けにして美味しかった。うん、ということで、今日のあっちゃんちのお昼ご飯、よかったよと思ってくれたら高評価を。で、またね、あっちゃんね、見てくれる人はチャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。